ヤジウマストリート第91弾始まります。おはようございます、笠木正義です。 YouTube ラジオヤジウマストリート第91弾でございます。最近ね、オープニングにお伝えいたしております最近気になるニュースなんですけどもね、いろいろありましたね。爆弾事件とかね、まあその辺は、月曜から土曜日まで毎日お届けいたしておりますヤジウマストリート盾でね、いくつかね触れさせていただいてるんですが、本日のね気になるニュースはですね、ちょっとあの NHK について取り上げてみたいなというふうに思いましてね、そのヤジウマストリート盾でも実はねちょっとだけ触れたんですけど、 NHK はこの4月から受信料不払いしている人に対してね、割増金を取ることができるという法律ができたんですね。言うたら罰金ですね。罰金、払わへん人には割増金、要は罰金を取るということがこの4月から始まってるようなんですよ。まあ正直言うてね、このテレビ離れの時代にまあ逆行した、まあ、僕は不当な制度やなという気はするんですよね。まあ、昔ならね、NHK しかなかったとか、でそういう時代、 NHK ともうそれはもう何年10年も前の話ですけどね、まあそういう時ならつゆ知れず、今はいろんなチョイスがあるわけじゃないですか。それでまあその受信料あるでへんかったら割増金取る、罰金取りますえっちゃな話になっとるわけですよね。もう今は昔とちゃうねというふうに思うんです。あ、それでね、だから突然思い出したんですけどね、今は昔じゃないんですけど、これ皆さん知ってあります？あの黒柳徹子さんね、いらっしゃいますよね。実はね、黒柳徹子さんって日本で初めて放送されたテレビ番組、いや NHK が初めて放送されたその1日目に出演してはったんですよ。だからで今はもう皆さんご存知のようにほぼ毎日あの徹子の部屋で出てはりますよね。せやからね、黒柳徹子さんってすげえ人なんですよ。放送始まった初日から出てはるんですよ、テレビに。それでね、僕ちょっとね以前ね、あのちょっとイベントがありましてですね、ゲストに黒柳徹子さんが来られてましてですね、ちょっとね生の黒柳徹子、まあ動いてる黒柳徹子さん生で見たりだけでね、ちょっとこう興奮しましたね。わ、すげえ、やっぱりねオーラ出てるんですよ。あのキノコみたいなオーラ、いうことじゃないけどね。それでまあしばらくね、あの動く黒柳徹子さん見た言うてね、結構ね俺自慢でね酒飲みながら話してたっちゅうのを思い出しますけどね、まあ、全然話はそれてしまいましたけども、まあまあ元々の話はNHK の話ですよ。だから、ね、その4月から罰金取るっていう話になったん、これね意外と知らん人多いと思いますよ。ニュースなんかであんまりやってないしね。だけどね、やっぱりこれネットなんかでは社会問題化してると言ってもいいんじゃないですかね。やっぱこのことに対して疑問を呈しておられる方が多いっていう気がしましたよね。それで、まあ、まあもっとぶっちゃけていて、普通の人、普通の国民やったら、まあ NHK のテレビなんか見やへんとね。せやから別に払いたないと、見てるなら払うけどと。いや、そういう人ね多いん、っていうか ほとんどそうちゃうかな。まあ当然でも毎日 NHK しか見てまへんという人もいてるでしょう。まあその人はね納得するかもしれへんけど、そういう人ばっかりは到底ないんですよ。それでですよ、それで NHK 放送研究所っていうところがありましてね、その NHK 放送、要は NHK の、まあ、組織ですよね。その、ね、NHK 放送研究所がですね、テレビラジオ視聴の現状っていうのを2019年の11月に全国個人視聴調査というのをされたそうなんですよ。その結果が発表になってましてね、それによると NHK の総合チャンネルを1週間に5分以上見てる日本人、わかりますよ、 NHK 総合テレビを1週間ですよ、1週間7日間に
5分以上見ている日本人は 54.7% だったと。これ聞き方も微妙やね。 なんで5分が尺度なんやろね、テレビ見んのに。まあ、普通は30分とかになるでしょ。せやのになぜか NHK 放送研究所が聞いてはるのは1週間に5分以上見てますかって聞かはったよね。そしたら見てますって言うた人が 54.7% やったと。これ何遍も言いますけど1日としちゃいますよ。1週間ですからね、7日間。だからこの結果をぐるんと裏返すとどういうことちゃっちゅうと、1週間に NHK の放送を5分以上見てないっていう人は 45.3% いるということですよね。でもっと言うと、これ2019年コロナの前ですよの調査わけですなわけですよね。まあだから日本人の半分は NHK 見てないんですよ。少なくとも1週間に5分以上は見てない。いやもうこれ微妙でしょ。なんでこれ30分に聞けへんかったら、多分30分見てへん人を言ったらもっと増えたんやろね。それ NHK 放送研究所知っとったんちゃう。だからいやそのね、これ僕記事で見た時にはこういう説問やったから、いやでもあれでしょうね、このアンケートをしはってやるけど、そのアンケートの項目まで書いてないけど、でも5分以上見てますかって聞いたんやろうね。はいって答えた人が54人、いや54.7% やったっちゅうことやね。これで不思議なアンケートやけど、まあでもまあ普通に考えたら見てへんちゅうことですよ、半分は。国民のね、まあ見なくなる原因言うたら、それはもう今いくらでもあるでしょうよね。これはもう今言うたら NHK だけじゃなくて、普通のも民放地上波が見られてへんやからね。そりゃスマホもあるでしょうしね、ネットフリックスやアマゾンやね、アップルやディズニーや言うていろいろありますやん。そりゃね、みんな忙しいんですよ。もうテレビ見てる暇ないんですよね、携帯とかそういうの見んのに忙しいてね。だからなんで NHK 見やなあかんねっていう人が多いやろうないう気しますよね、うん。だからね、 NHK の番組なんかゆうちゃん見てへんし、見る暇もないし、見る必要もないしっていう人が圧倒的に多いわけですよ。でさっきほどのアンケート結果やないけど、日本人の半数は週5分も NHK を見てやへんという結果になったわけですよね。さあのに、なんでしてそんなもん視聴料払わなあかんねとね。ましてや罰金まで今取られるわけですからね。そらみんなおかしいと思いますよ。でね、そんな中にね、その NHK はじゃあなんで NHK がにその視聴料払わなあかんねっていうとね、これね一応ね裁判で最高裁の判決で出るんですよ。これちょっとねご紹介するとね、最高裁判所は、まあ、だから一番トップですよね。もうそれ以上の判決出えへんっていう最高裁判所は2017年の12月の6日に公共放送である NHK に対する受信契約を義務付ける放送法の規定が憲法に違反しないとの判断を示し、受信料を払うことを要求していますと。まあ、ややこしい話だけど、要は受信料を取ってもええよと、法的に妥当やというふうに言ってるわけですね。で判決文の要点は、 NHK が営利を目的としておらず、広告を流さず広く受信できるよう放送していることが受信契約を義務付け受信料を徴収する法的根拠になっているということなんだそうですが、これねどうもちょっと考えるとおかしいんですよ。まずね、その広告流しまへんと、営利を目的としてないから広告流せへんということなんですけど、これ営利目的としてるしか思えへんやろね。まあ言うちゃ悪いけど、受信料取っとるし、外郭団体アホみたいに金儲けるしてるし、まあただね、広告を流さへんってんで言うと、その世界では広告を流す公共放送って結構あるんですよ。例えばイタリア、フランスね、オーストラリア、韓国もそうなんですね。でね、中国の中央電視台ですら広告を入れてるらしいですよ。で中国人に聞くと、それによって放送にかかる経費を賄い、国民に負担を求めていないからええやないかいと言うてはるということなんですね。
まあ、あとはそのあまねく放送するということらしいんですけど、これね、あまねく放送するっていう概念が公共放送が公共放送成立要件にしている国ってね、ないそうなんです。で、この、まあ、まあこれも微妙やけどね、あまねく放送するっていうのね、これはもう放送って逆にあまねく以外できへんわね。だからこれがね、公共放送や言うてるその公平性みたいなことを言うてるのはおかしいという、なんていうかな、ことをおっしゃってる指揮者、まあまあ法的なことで、まあ、要は聞き、この最高裁判所の判断おかしいんちゃうかって言ってる人はいらっしゃるということのようなんですね。それでね、その NHK がまあ要言うてはる公平性みたいなことは一応まあまあごもっともかなというふうに聞こえはするんですけど、それよう考えるとね、先ほどのあまねく放送するみたいなことは、当たり前じゃ当たり前なわけじゃないですか。だからね、これね、公共放送だけに求められてるものじゃないっていうことなんですね。要は電波を、他の電波を使ってる民放にもこれはね課せられてることなんです。あまねく放送しなさいと。で、ただ電波はその地方局があるみたいに、結局例えば近畿なら近畿地方をあまねく放送しなさいと、例えば九州の放送局なら九州地区あまねく放送しなさい、まあ、要は NHK が全国放送ね、いわゆる各日本どこでも見れるからあまねく放送してます、だからそれは NHK だから公共放送なんですって言うてはいるみたいやけど、でも考えてみてくださいよ。電波はあまねく放送して当たり前やし、でね、これ一応ね、放送法第4条に電波を使う全ての事業者に対して次の義務を課してあるんですよ。要は公平性は担保しなさいと。だから別にね、これ NHK だけじゃないんですよ。全ての放送局に対してあまねく放送をしなさいというふうに言うてるわけですよね。だからこのあまねく放送をしてますから、受信料いただきますっていうのはおかしいんです。それだけ言うたら、ほんとは民放にも払わなあかんことになるわけですよね。だけど民放は広告を取ってタダでしてくれてはるということになるわけですよね。だからこう、なんやろな、もうやっぱりね、最高裁の裁判結果は出てるといえども破綻してきてるんですよね、もう今の現状を考えるとね。でね、僕もこれ知らんかったんですけど、確かね、 N 国党の立花さんも昔言ってはったと思うんですけどね、 NHK スクランブル放送にせえというのあるじゃないですか。あれね、スクランブル放送にできないんですって。で、なぜかっていうとね、少なくとも地上波は先ほど言うから言ってるみたいにあまねく放送することが放送法で決まってるんですよ。で、それは NHK だけじゃん、民放にもあまねく放送しなさい、ただエリアっていうのがあるからね、そのエリアが、エリア内であまねく放送しなさいっていうことが言われてるから、それにね、スクランブルかけてまうと受信の権利を妨害することになるんです。要はその電波は、ね、国民全員のみんなのものやって、これよう聞くじゃないですか。だからそれにスクランブルかけて放送してしまうと受信する側の権利を侵害することになるから、スクランブル放送ってできないんです。だから多分ね、立花さんそれ間違ってあるんですよ。で、おそらくこれはちょっと僕の何て言うかな、想像だけど、今ねスクランブル地上波にかかってるやつってないんですよ。地上、いや、スクランブルかけて放送してるのは衛星放送なんです。だからね、僕多分衛星放送はこのね電波法とちょっと違うものになってるはずなんですね。そんな気どうです、今までの話の流れで言ったら気するする、知るでしょ、やってするでしょ。だからその、おそらく衛星放送 BS なんかはあまねく放送に多分含まれてないんですよ。だからスクランブルかけてお金払った人だけ見れるというのは OK やけど、地上波にはスクランブルはかけたらあかんということのようなんですね。だから
なのにお金取って放送してるっていうのも今はおかしいなというふうに思うんですよね、うん、どうですかね、まあ、結局ね世界の流れで言うともうね放送はね公共放送であっても広告入れると、ね、これでも無料にすると基本的にはね、それでネットにこう適したコンテンツはそれは重量制っていうから見た分だけお金を払いますとかね、するというのがもう今の世界の流れなんですよ。でそれで言うとね、高橋陽一さんね、元財務官僚の方でね、今 YouTuber にもないかがですね、すごい数見ておられるあの高橋陽一さんがおっしゃってましたけど、 NHK の教育放送のコンテンツってすごいと、だからあれは売ればいいとおっしゃってたんですよ。でそれどういうことかって言ったら結局多分こういうことだと思うんですよね。NHK のね教育テレビで作ってるもんっていうのは万人が見るもんじゃないけど当然必要な人絶対出るはずなんですよ、教育やからね。だからそういう人たちに例えば月500円なのか1000円なのか知らんけども、例えばこれ払ってもらったらネットで見れますよっていうのはね、僕需要あると思いますよね。例えばあの語学のね放送なんかはものすごい多分もう長年 NHK が蓄積したもん持ってるじゃないですか。でもっと言うたらそれ以外で言うとあのお子様の番組ね、あれどうですかね、日本人で見てなかった人いてないんじゃ、子供さんの番組だって民放なんかでそんな番組やってないもんね、まあ、今はネットで見れるようなものもあるのかもしれんけど、でもそう考えたら例えば広告取って無料で放送で見れますよと、であとはそれの二次利用としてまあ過去からあったお子さんの番組を見放題にしますと、その代わり月500円くださいねとかしたら俺売れると思うんやな、そういう気するんですよね。まあそう考えるとね、やっぱりねもうこの受信料をいただきます方式っていうのは時代遅れに思えて仕方がないですよね。せやけどそれでまだ4月から罰金取ろうとしてんだからね、もうむちゃくちゃやね。まあ、何遍も言うけどその NHK の調べでよ、 NHK の調べで日本人の半分は NHK 週5本も見てないんですからね、はい、という、ニュースでございましたね。オープニングニュースまためっちゃ名護を喋ってしまいましたから、ちょっと巻きでいかなかったというふうに思ってるんですが、ということでね、今回のヤジウマストリートの特集でございますけれども、今回は身の回りの単位特集というのをお届けをしたいと思っております。身の回りの単位、これね、どういうことかというと、これ実はね、今回のヤジウマストリートどんな特集しようかなといろいろこう情報を見てた時に、ツイッターのね、面白い書き込み見つけたんですよ。で、あ、それでちょっと身の回りの単位特集しようと思ったんですけど、これね、どういうツイッターを見つけたかっていうとね、動物の数え方の意味、実は恐ろしかった。牛や豚などは1頭と数え、鳥は1羽、魚は1尾。食べる部分を数え方の単位として、あ、食べ残る部分を数え方の単位としているようです。人間の数え方は1名2名点点点っていう書き込みやったんですよ。これどない思われます？あ、面白いなと、僕これはね初めて聞いたんですね。確かにね恐ろしいじゃないですかね、っていうねことやったんでね、あ、ちょっと面白いんで単位のことやろうというふうに思ったわけなんですけど、まずねこの動物の数え方は食べた時残すものやっていうことについてお話をしていこうと思うんですけどもね。でもどうです、そんな気しますよね。確かに牛や豚は頭残すよね、これで1頭2頭頭ねっていうよねと。鳥、まあ、羽食いませんわな。羽なんか食わへんと。だから、食わへん部分の羽で1羽って数えると。で、まあ、魚も尻尾は食いまへんわなと。だから1尾と。まあ、だから、なるほどなと。ほな、人がなくなって、人は
なんでこの人1名2名で点々点続いてるのかなと思ったら、まあ人は名前が残るいうことをやろうなというふうに思う、まあもしくはあの人は皆おいしくいただけますっていう意味で何もなくなるから名前だけが残りますっちゃら残りますっちゃらな話かなという気もせんでもないですけどね、まあ、まあまあへりくつこねたらねそれ以外にも食べへんところはあるでしょうよとね、あると思いますよ。魚やったら鱗を食べへんわなと、ほんな一鱗って何で言えんねとか、まあまあそれは言わんときまひょうやっちゃら嵐ね、だけどへりくつこねたらあれなんですけどね。でね、ちょっとねこのことをチャット GPT、 最近ねチャット GPT に凝ってましたね。何でもチャット GPT に質問することをしてるんですよ。でね、チャット GPT に聞いてみました。牛や豚を数える単位が等なのはなぜですかっていうふうに聞くと、チャット GPT こう答えましたね。牛や豚を数える単位として頭、頭ねを使用するのは、これらの動物がかつて家畜化される前、野生の状態で群れを成していたことに由来しますと。野生の牛や豚は群れを作って行動し、リーダーとなる個体が群れを導いていました。そのため牛や豚を数える際には群れを単位として数えることが一般的でした。そして群れを指し示すためにその群れのリーダー、要は頭やね、頭を単位として使用することが一般的になりましたと。現代の家畜化された牛や豚も群れを作って行動する習慣があります。そのため農場や畜産業においては便宜上牛や豚を頭数、ね、頭の数で数えることが一般的になったということですということなんですよ。賢いね。だから昔は群れを、群れのリーダーね、まあ頭っていうよね、頭を単位にしてたから、それが残ったんちゃうかということでしたね。でね、鳥も一応聞いてみました。鳥を数える単位が、羽はなのはなぜですかと聞くと、鳥を数える単位として羽を使用する、はねを使用するのは、過去に鳥の羽が非常に重要な役割を果たしていたからですと。鳥の羽は、衣服や装飾品、工具や武器の材料として広く使われていました。また鳥の羽は儀式や神話、文化的な儀式においても重要な役割を果たしていました。このように鳥の羽が重要な役割を果たしていたため、鳥を数える単位として羽を使用することが一般的になりましたと。現代でも野鳥調査など鳥の個体数を数える際にはしばしば羽を数えることがありますということで、はね、羽でいうことになったということなんですが、一応ね、先ほどの食べ残しところっていうのはチャット GTP は出てけへんかったんで、別のね AI にも聞いてみたんですよ。そしたら大体答えは今のチャット GP と同じやったんですが、がこんな一文が最後にあったんですよ。動物の数え方は死んだ後に残る部分で決めているという説もありますと。あららあららと思うでしょ。これね、ここの別の AI によると、動物の数え方は死んだ後に残る部分。いや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 、怖いね。さっきはね、だからまだ食べ残しっていうの方が柔らかかったんよ。でそうなると人の1名2名が納得できるでしょ。死んだ後に残るもの、人は死した後に名が残るんですよ。だからな、1名2名で数えると。いやー、なんかうなずけるねーね。さあ、どっちがほんまなんでしょうか。それはわからないですけど、でもなんかこれしっくりくるよね。亡くなった後に残るものがその動物の数え方やというね。これどうでしょう、ちょっと飲みに行った時のネタに使えるでしょ。ね。ということでですね、これをね、元に、今回の特集は、右の周りの単位を特集と思った次第なんですが、実はね、いろいろ単位ってあるんですよ。だからね、もうできるだけたくさんご紹介しようと思ったんですが、結構ね、深いんですよ、奥が。なので、今回は、
非常に基本的なものをあと3つご紹介していきたいなというふうに思ってます。ということでですね、まあ最初いうこともないんですけどね、2本目になるんですけどね、ね、ネタ的には。ね、まあここからちょっと真面目、いやまあちょっと真面目になるってこともないけど、目の周りの単位、まず、何でしょうね、一番身近なもんって言うたら、まあまずこれかなと思ったんですが、長さの単位。ね、長さの単位。これはね、長さの単位って言うとね、メートル。まあ、キロメートルとかね、センチメートルとかありますけども、長さの単位の基本はメートルなんだそうですね。まあ、だから、そのメートルについてね、ご紹介をしていこうと思うんですけど、そのね、メートルっていうのは、もともとは地球の赤道と北極点の間の海抜ゼロにおける四五千古町。はい、わからんようなことでできましたよ。四五千古町っていうね、こうっていう字ね、要はあの、円弧って言うでしょ？わかるかな？円弧。ね。これ、習ってますよ。習ってます。円弧ね。四五千の、古町、その、円弧の長さ、いこっちゃね。まあ、聞いて。これね、ちょっと難しいのよ、このメートルを突き詰めると。ね。だから、まあ、その四五千古町っていうのは何かっていうと、まあ、地球の赤道から北極点ね。赤道から北極点。まあ、定理は俺指してんだけど分からへんから。北極点までの地球の中心を通る仮想的な線。あ、まあ、余計分からへんようになったか。四五線のことなんですよね。の長さを指すということなんですよ。まあ、だから、まあ、ぶっちゃけて言うと、多分ね、なんけど、簡単に言うとね、地球の円周の長さのことなんですよ。地球の円周の長さ。ただ、多分、地球言うても、正確にまん丸と多分ちゃうはずなんで、それを多分このね、四五千古町っていうので定義してはるんやと思うんですが、まあ、要は地球の周りの長さのことなんですよ。まあ、赤道の長さ言うてもいいから、ね、赤道の長さ、まあ、いろんなところに結局、丸い周、こう、ところやから、円周あるでしょね、もう、もう張ってそれで。だから簡単に言うとここで赤道の長さいうことにしときましょうね。でその四五千古町だから赤道の長さね、赤道の長さを1000万分の1倍した長さを1メートルというふうにしはったんですよ。すごいよね。ね、なんで1000万分の1倍やっちゃな話は今ここではよう分かるだけどね、そう決めはったよ、もしゃあね。ね、1メーターは赤道の1000万分の1っていう風にしようと、誰かが言わはったよね。まあ、そういうことで、この地球の大きさが元になって1メートルっていうのはできたということなんですよ。で、ところがですよ。これがね、変わんのよ。変わんの。変わんのよって言うのおかしいけど、これがね、1983年やから、そない大昔なこっちゃないですよ。昭和38年と言いますから、私が、27歳の時です。そんなどうでもええか。ね。の時に、基準が見直されたんです。基準が。だから、先ほど言いました、四五千古町。ね。もう何べんも言うとわけ笑いになるから、地球の円周の赤道の長さを1000万分の1。ね、1000万分の1倍したもの、まあまあ要は1000万で割ったちこっちゃね、を1メートルにしましょうって言ったのが1983年に基準が見直されて、現在はどうなったかというと、これがややこしいよ。1秒こうメートルの説明してるんやね、僕ね。せやけど1秒の2,999,249,2,458分の1の時間に光が真空中を伝わる長さという定義に変わりました。さあ、今の僕の説明で分かった人手挙げて。あ、誰も挙げてないで。
っていうこということなんですよ。ね、これどっからこのもう一回言うよ。現在の定義は1秒の2億9,979,2,458分の8分の1の時間に光が真空中を伝わる長さ、これを1メートルとしましょうというふうに変わりましたということなんですよ。だからどっからこのややこしい2億9,979,2,458っていうのが出てきたかと、これは中途半端な数字が出てきたかというと、なんとこれがですね、1秒間に光が進む速さなんですって。ん、進む速さでいいのかな、あ、いいね、進む速さだから、光は秒速、何べんも言うけど秒速2億9,979,2,458メートルやな、きっとっていうことをやろうと思うんですね。だから1秒間にその光の速さで進む長さを割ったんですよ。ね、割ってもらえるかな。はい、分かった人手挙げて。あ、ちらほら手挙がってますね。それがね、1メートルやということにしはったわけです。だからこれもっと簡単に言うと、1秒を光の速さで、要は1秒を光の速さで割った、光が進んだ距離を1メートルとしましょうということですね。どうですか。まあ今半分にはいけんけど手上がったな。ね、ということで、いやこれは知りませんでしたね。これもね、ちょっとぜひとも、あの先ほどの動物の数え方と同じく、飲みの時の小ネタにぜひ使っていただきたいなというふうに思うんですけど、そういうことですよ。だから地球が依存してたものから光のだから、多分それはほとんど同じ長さやったっちゅうこっちゃね、きっと。そんなこの昔から言うてた1メーターと1983年に決まった1メーターとえらい違いありますさ言うたら、それはおかしいもんね。おそらくもうめっちゃめちゃ誤差の範囲やってんやろね。それも偶然ちゃ偶然なような気しませんね。地球の円周の長さをね、とその光の進む距離っていうので1メートルが、まあ、2はやったいことやろねっていうことなんですけどね。まあ、ただじゃあ今の僕の説明で1メートルはだいたいこんな長さやなというのが分かった人は多分ほぼいないと思いますね。まあみんなだいたい知っとるけどね、1メートルの長さこんな感じやっちゃ知っとると思うけど、でもその例えばさっき僕が言ったみたいに、その1メートルの概念がなくて、1秒をもうえっちゅうね、1秒を2億9,979,2,458で割った長さが1メートルですと言うても全然意味が分からへんと思うんで、これをですね、具体的に1メーターをぴっちり測る方法があるんですよ。それをするにはどうしたらいいかというと、まず五円玉と細い紐を用意してください、ね、これでこの2つで、あ、時計もいるわ、時計もね。で、1メーターがぴっちり測ることができるということなんですが、じゃあどうやってこの五円玉と紐と時計で分かるのかというと、はい、まずはですね、五円玉に紐を結んでくださいね。五円玉の穴に紐くくってね、それで振り子を作りますね。できましたか。振り子を作ります。その振り子をですね、ブルンブルン回さんとゆっくり揺らしてみてください。ゆっくりね、紐の長さはまずは適当でいいです。紐の長さはまず適当でいいんで、ゆっくりとそのできた五円玉の振り子をふわっと、揺らしてください。するとですね、早く動いてますか。どうですか。で、これがね、往復する時間、その五円玉がゆらゆらだから、ゆらーと言ってゆらーと戻ってくるね、これ往復の時間、この時間がちょうど2秒になるっていうことは、片道ちょうど1秒になるってことはね、ゆらーが1秒やった場合のその紐の長さがちょうど1メーターやということなんですよ。これまたややこしいでしょ。いや、ややこしないわ。すごいでしょ。ね。要は振り子が行って帰ってくるのに2秒かかった時の
紐の長さが1メーターということなんですよ。これはね、数学です。このね、振り子の長さと周期の関係っていうのがあって、どうもね高校で習うらしいんやけど、私は全く覚えてません。文系やったからかな、アホやったからな、両方やったからいや覚えてないんですが、これをね一応難しいけどラジオで説明 しますよ僕は。ね、振り子が往復するのにかかる時間、周期、ゆらゆらね、この先2秒になしてくださいって言うです。この振り子が往復するのにかかる時間のことを T ね、 T、 テレフォンの T やね、うん、としましょうと。で、紐の長さを L ね、 L とします。そしてこれからややこしいよ、重力加速度を G とすると。その場合、これね公式書いてあるんだけどね、なんて読むんやろね、 T イコール2 π、 これあとなんて読むんやろ、T イコール2 π ルート G 分の L っていうかな、せやね、きっとせやね、 G 分の L π とは言わへんよね、わかりました、もう名前は言えへんよね、っていう公式にのっとっていくと、計算で出るそうです。できる人は計算で出してみてください。ね。ということで、この振り子を揺らすことによって、ちゃんと長さが分かるということらしいんですが、これね、かなり正確なんだそうですよ。だから、世界共通の長さを、まあ、作ってるところが、おまんにゃ、おまんにゃって、ね、そういう1メーターはこうしましょうって言って、さっきのね、昔は地球の周りやったのを変えましょうって言ってね、変えはったところがあるんですよ。でね、そこの議論で、これがね、出てるらしいんですよ。周期が2秒になる振り子の紐の長さを基準にしましょうという案があったらしいんですよ。ところがね、その案は、最終的には採用されずに光の速さになったんですけど、じゃあなんでこれ採用されへんかったかっていうと、地球の重力は場所によって異なるんで、周期も場所によって異なるから、場所によってこれは違うようになるんで、やめましょうっていうことになったということなんですね。でね、これね、僕ね前に野獣馬ストリートで言ったことあると思うんやけど、料理用のスケール、重さ測るやつあるじゃないですか。でね、0.5g、要はミニグラムまで測れるやつってあれなんですよ。そのどこの場所、東日本ですか西日本ですかとかいうのをね選ぶのがあるんですよ。で、なんで俺こんなん、ヘルツもクソも関係ない、電池やろに関係あるのかなと思ったら、結局ね、重力って、もっと言うと引力なんですよ。引力のだから 0. 要はミリグラム単位になると場所によって重さ変わるんですよ、遠心力があるから。せやから体重を測るときに赤道に近い方が軽なるんですよ、遠心力強いから。だけど北極点や南極点で測ると遠心力がないから重たなるんですよ、っていうことやと私は思いますがいうことが影響してくるんで、結局その この紐の長さを1メートルにしましょうっていうのは却下になったということらしいんですね。ということで、あと、まあ、1メートルだけじゃなくしに、一応ね、最後に、これは何センチ、これを覚えときゃ便利ですよっていうところをちょっとご紹介すると、まあ、ご存知のように、1メートルの10分の1が1センチということですよね。で、身近なものでいくと、まあ、これ皆さん知ってる人多いかもしれへんな。1円硬貨の直径は2センチ。なんだそうです。あ、2センチなんですね。1グラムやっちゅうのはよく聞いてるね。直径は2センチ。で、マッチ棒はだいたい5センチらしいです。ただ、薬がついてるので5センチよりちょっとだけ長いということ。だから木の軸の長さは5センチやということですね。で、はがきの長い方じゃあごめん。短い方、短辺ね。はがきの短辺が10センチ。で、CD、DVD の直径は12センチと。で、千円札の横の長さ、長い方ね、は15センチ。これ札ってちゃうんだよね、微妙にね。だからこれは千円札ですよ。
千円札の横の長さは15センチというようですね。で、あと A4 の紙の長い方、これは 29.7 センチ。まあ、だいたい30センチやっちゅうこっちゃね。そして、まあ、ほとんどの方が今読まんようになったかもしれないであろう、新聞の1ページの横、短い方ね。短い方は 40.6 センチで約40センチや、ということなんですね。ということで、身の回りの単位特集の前半戦と、いうことでございました。ヤジマストリート。はい、ということで、身の回りの単位特集の後半戦でございますが、かなりすでにもう時間を費やしておりますので、とっとととっとと2つねご紹介したいんですよ。まず最初の方はですね、重さの単位。重さの単位はキログラムが一応ね標準単位と言われてるそうなんですよ。だからグラムじゃないんですね。重さの単位はキログラムが標準ということですね。まあ、ただキロっていうのは軽やから1000倍を意味する、これは接頭語って言うんか、接頭語になるそうなんですが、キログラムが標準やということになるんだそうです。で、1キロは1000立方センチメートル、1リットルの、体積の水の質量に由来してるそうですね。私たちの生活には、まあ、かけがえのない水やということで、この水が基準として、1キロっていうのはできているということだそうです。コンビニで買うね、ペットボトル500ミリリットルはの水はね、だいたい500ミリやというあたりはどうでしょうね。皆さんもご存知かなというふうに思うんですけど、このね、1キロの定義っていうのは何かっていうと、国際キログラム原器の質量っていうふうに言われてます。で、これはなんと1889年から使われ続けてるんですね。で、この国際キログラム原器は世界の質量の基準となってる、こうね、ものなんですよ。これ多分ね、皆さん教科書なんかでご覧になったことあるんですよ。なんかガラスに覆われてる粉砲なんですけどね。要はそいつが見本なんです。だからさっきの長さの光の速さがどうのって計算で出てみたいなのとはちゃうんですよ。要はね、こう実体があるんですよ、元が。だからこれね、盗まれたり傷つけられたりしたら結局えらいことになるよということで、機密性の高い容器に覆われてですね、何でか知らんけどパリの郊外のセーブルで厳重に保管されていますと。それ場所言うてええんかいっていう話だけど、結局その円柱のこう分銅が1キロの重さの基準だから、実体として存在するっていうことですね。で、こいつは白金 90% とイリジウム 10% の合金でできてるんだそうです。直径高さがほぼ39ミリで、縁がわずかに丸みがありますということのようですね。で、1グラムはこの分銅の元に1キロがね、1000分の1の質量で、これは水1ミリリットルとほぼ同じやということになるわけですね。このあたりのところはどうでしょう、皆さんご存知やなと思うんですけど、で、例えばミリリットルはそうで、1トンっていうのはまあ1000倍、1キログラムの1000倍やね、1トンっていうふうに言います。これトンの由来っていうのは樽のフランス語なんだそうですね。だからこの長さは目で見ることができるわけじゃないですか。ところが質量っていうのは目に見えへんでしょ。目に見えへんけど目に見えるもんが基準になっているという、このちょっとわけのわからんことが起きてますせということなんですよね。どうです、1メートルはなんとなく記憶してると思うんですけど、1キロって具体的に想像できます？ちょっと難しいよね、1キロ。これも不思議っちゃ不思議ですけどね。不思議っていうのはさっき言ったけど、1メートルは計算で出るんですよ。ね、だけどキログラムはほんまもんがあるんですよ、キログラムを基準としてるもんが、ね、だけど想像しづらいというのがありますよね。でね、ただね、それをやっぱりね問題やなというふうになってですね、議論は今起きてるそうなんですよ。このね SI 基本単位っていうね、
国際単位計っていう、まあ、要はそういう基本的なものを先ほどの、まあ、僕そんなん決める会議をましたら言ったけど、そういう会議の世界の標準を決めて議論する会議のところで、この普遍的な物質量に基づく定義にこれ変えなあかんのちゃうかと。要は人工物に今依存してますよねと。だからそれあかんと、ね、いずれこれも劣化して、それももう100年以上積んでるわけだからね、いずれ劣化するから微妙に重さ変わってくるかもしれませんやろうと。だからそれあかんと、そういう人工物に依存するんじゃなくて普遍的なものにそのキログラムを変えなあかんという議論は行われてるらしいんですが、これがね、なんかね、めっちゃ難しいらしいんですよ。これがね、2011年10月21日の国際度量衡公開総会で、度量衡総会においてキログラム原規による基準を撤廃して新しい定義を設けようということは決まったらしいんですけど、ところがやり方がね、まだ決まってないんですって。で、一応ね、有力やと言われてるのがプランク定数って言うんですが、プランク定数の説明は何本読んでも意味わかりません。私は残念ながら。なので、調べて。これはね、チャット GTP に聞いてもようわからんかった。ただし、それもあかんということになって、どうもまだ決まってないみたいなんですよ。この普遍的な。だからさっきの長さみたいな基準で、キログラムは、まあ、唯一表せてない。だからこう人工物による基準しか今のところはないということのようですね。まあだから重さの感覚っていうので、まあ、さっきね1メーターはだいたいこんな感じですよっていう話したけど、まずねこれ重さで言うと、さっきも言ったけど1円玉の硬貨が1グラムやっちら、まあどうでしょう、だいたい皆さん知ってるかな。で S サイズの卵はだいたい50グラムなんですって。で単一乾電池、あの一番大きい乾電池はね、あれがだいたい 98g、 100g ぐらいなんだそうですね。で水が入ったペットボトルの水の量ね、ペットボトルの重さは含まへん、 500ml の入ったペットボトルの水の量はだいたい 500g ですと。でペットボトルドリンクの重さは 500ml のもので 550g やということで、でどういうことこれ、これプラスチック入れてんかなねえ。せやないと、水と比べて 50g 多いってことは、スポーツドリンクには 50g ねえ、わけのわからんもんが入っとるってことじゃね。それ怖いね。それはね、書いてませんでしたから、わかりません。ペットボトルの、ボトルの重さを含んでいるのか、含んでないのかは、わかりません。でも でもこれ、同じところに乗ってたから、含んでないとしたら、50g なんか入ってるってことじゃね。怖っ。まあええか。はい。で、ティッシュペーパーの重さはもう全然役に立たへんのこれね。ティッシュペーパーの重さは1枚。1枚ね。風に飛んでいく。あの1枚は 0.5g なんだそうで。ちょうど2枚で 1g やっちゅうことね。2枚で1円玉と同じだと。で、1箱あたりは約 120g から 155g あると。で、一般的な文庫本は約 200g から 300g。ね。全くこれ役に立たへんて。全然1キロでもないし。ちなみに、日本のエレベーターで一人当たりの体重の重さは 65kg ですと。ごめん、これも全然役立てなかった。ね。でもなんとなく知ってたな、このエレベーターの基準65キロやっちゅうのはね。ということで、身近な単位ということでですね、1キロ、キログラムでございましたね。さあ、そして続きまして、身近な単位、は、これはもう残ってるやつはこれしかないでしょということで、時間の単位ね、時間の単位は秒ですね。でさっきちょっと言うた標準的なものを考えましょう会議ちゃうな、で、国際単位計、基本単位における SI っていうことらしいんですが、ではですね、時間の単位のことを秒で表すと、セコンド、じゃあセカンド、セコンド、っていうことですね。これが単位。1秒の長さは、これもね、地球の自転に由来してるんですね。小学校の理科の時に太陽の動きを測定したことがありましたよね、とね。その時に太陽が、わ、これもなんか習ったことあるな。太陽が真南の位置に来ることを南中と言いました。南中言うたね。
なんか NHK にこんな猫の名前あったな、なん、あ、あらにゃんちゅう、まあ、ややこしかった、なんちゅうね、なんちゅうね、なんちゅうから次のなんちゅうまでの時間が1日、あ、そういう定義なんや、日昇って沈むまで1日とちゃうね、なんちゅうから次のなんちゅうまでの時間が1日やということらしいんですよ。この1日を24等分することで時間とアワーですねが生まれましたと。で、単位記号はアワーやから H が使われてますねと、ギリシャ語に由縁するそうなんですが、次にこのアワー1時間を60等分するとこれが分、ミニッツですね、ミニッツになると、これはラテン語で小さいという、なんか奥なんでやろね、アワーがギリシャ語でミニッツはラテン語でって統一性ないやっちゃな、まあええか。あ、ちなみにこのミニッツはラテン語で小さいという意味で、ミニとかマイナスももともとはこのラテン語の小さいという意味が使われているそうですね。はい、これも飲んでる時のネタとして使ってくださいね。そしてこの分ね、ミニッツを60等分しましょうとね、それが1秒のセコンドと、セカンドということになるということですね。まあ、要は、まあ、まとめると1時間は1日の24分の1やと、ね、そして1分間は1時間の60分の1ですと、で1秒は1分の60秒の1ですと、したがって1秒は1日の8万6400分の1やということになるということですね。でこれがまあ、1秒の概念なんですが、ところがですね、この地球の自転や公転というのは結構気まぐれで、1日の長さ、だから1年ね、の長さが一定してないと、それはウルウ年やウルウベアっていうのあるぐらいやからね。そこで1967年からはこのやり方が変わりましたと。ね。1日を基準、そういう何中から何中の1日から割り出すのはやめましたと。で、どうしたかというと、これがですね、ややこしいよ。セシウムという原子を用いた原子時計、ね。原子時計を使って、1秒が定義されるようになりましたと。これは物質的に時計があるんやけど、このセシウムっていうものを使ってるということですね。で、この1秒は地球の動きに由来する単位やったんですが、現在ではその動きからはもう独立して違うものになりましたよと。そのセシウムっていうのを使った原子時計ので表現しますよと。で、これね、厳密に定義するとね、これ分からへんけど、こう書いてあるんですよ。そのまま読みますね。ね。1秒はセシウム133の原子の規定状態。わかります？規定状態っていうのは、そこちゅうことね。原子あるいは分子などが、通りうるエネルギーの最も低い状態のことを規定状態って言うんですって。で、その、もう一回言うよ。1秒はセシウム133の原子の規定状態。だから、エネルギーが最も低い状態の二つの超微細順位っていうのは、原子物理学において原子や分子のエネルギー順位あるいはスペクトルに含まれる小さな分裂を表します。はい、もうわけわかりませんね。さらっと流しましょう。わけわからんことの間の遷移ある状態から別の状態に変化することを遷移と言いますね。それに対する放射の周期の91億9263万1770倍の継続時間。はい、どうでしょう。はい、分かった人手挙げて。はい、誰も手挙げてません。ということで、ということなんですよ。さっぱり分かりませんね。うん、これが1秒やっちゅうことなんですが、まあ、要はですね、昔は地球の動きをもとに計算してましたけども、誤差が生じますと、さっきのね、季節によってもちゃうし、誤差のないセシウムっていう原子を用いて1秒間を測るようになりましたということですね。でね、あ、この後のね、これ意外と説得力あるんやな。なお、1秒は偶然にも人間の標準的な心拍の感覚に近いこと。これ一番納得いくよな。だから標準的な人って要は1分間に60回振動するってことだね。だからまあ要は1秒に1回の鼓動をするのが標準やと。なんかええよな、こっちの方が。セシウム133の規定基準、規定状態のとか言ってわけわかれへん。
で、またこれもどっから出てきたんか、あれ、9、あれ、これさっき見たな、91億9263万。あ、これちゃうな、これ光の速さ、これ光の速さやったかな、ちゃうな、光の速さは2億9000、もう、もうややこしいな、これは光の速さではございませんでした。もう今日なんかそういう奥なんぼいうの行作業でっから分からないなっていうか、まあ、そういうことで今1秒は定義されているということなんですね。で、ただもっと精度の高い定義をやりまほやと今言う、そのみんなでこう標準を考えましょう会議IS やったっけ、 SI やったっけ、忘れた。で、このセシウム133よりももっと正確なもんおますせということで、今最も精度が高いと言われているのが、いやいくしょ、マイクロ波による現行の、あ、今がこのセシウム133っていうのはマイクロ波による定義から光に基づく定義に変更する研究が進んでるらしいんですよ。で、その候補として今最も有力視されてるのが光格子時計ですって。いやー、漢字は簡単なんよ。光格子時計って、格子って言ったら、あの格子模様の格子だからね、光格子時計がいっちゃん正確ちゃうかと言われてるそうです。まあ僕には意味、これもね、調べてんけど、わかりませんでした。この光格子時計は、セシウム原子時計よりも正確なんですって。ね。だから、これに今変わろうとしているということですね。で、ちなみに、まだちょっとチャット GPTP に聞いてみました。もう今回難しいことは聞いてません。何を聞いたかというと、これね、61歳になって思うことなんですが、人によって、ね、人によってまたは年齢によって感じる時間の速さが違うのは何でですかというふうにチャット GP に聞いてみました。するとこいつ賢いのよ。年齢や個人差などによって人々の時間の感覚は異なるため、時間の速さに違いが生じます。年齢による違いは、子供や若者は新しい経験に飢えているため時間がゆっくりと感じられる傾向があります。と、一方、年を取るにつれて新しい経験が少なくなり、毎日のルーティン化された生活によって時間が早く過ぎるように感じられるようになります。なるほどなと思いますよね。また個人差による違いは、人が楽しい時間を過ごすときは時間が早く感じられますが、退屈な時間や不快な時間を過ごしているときは時間が遅く感じられる可能性があります。と、これらの要因によって人によって時間の速さが異なると考えられます、ということですね。まあ相変わらず賢いんですよね。ということでね、本日は身の回りの単位特集ということでね、いろいろなね、単位のお話をと思ってたんですけど、4つしかご紹介できませんでした。まあ、基本中の基本というやつですね。でね、本当はね、もっとご紹介しようと思ったんですよ。例えばね、昔の単位でね、寸、尺、里みたいなのあるんじゃないですか、あるじゃないですか。とかね。あと、海外の単位で言えば、ガロンとかバレルとかね、インチとかヤードとかありますよね。で、あと、聞いたことあるけどな、的なやつありますよね。例えば、ニュートン、聞いたことあるでしょ？単位ね。ジュール、パスカル。マグニチュードとかね、ありますよね。こんなんのちょっとね、今後ご紹介もぜひともしていきたいなというふうに思う今日この頃でございました。まあ、もともとのスタートはなんでこの単位やろうかと思ったら、冒頭に言った食って残すもん、まあ最終的には、ね、こう、亡くなった時に残るものが動物の数え方になっているというところがきっかけやったんですけどね。はい。ということでですね、みんなの周り、身近な身の回りの、もう噛みまくってんな、身の回りの単位特集の後半戦でございました。ヤジマストリート。はい、ということで、ヤジマストリート第91弾はいかがでございましたでしょうか。こんなニュース見つけたんですけどね、銀座で開催予定の銀座古今着物大市という着物イベントのポスターについて、着物が左前に着られているイラストに対してネット上で疑問が相次いでいるということなんですね。まあ、これご存知の方もいるかもしれません。左前っていうのは、まあ言うたら死に相続って言って、死に装束ねと言って、まああんまりええ感じせえへんですよ。だから批判的な
声が多かったわけです。そのポスターの着物の女の人ね、僕もなんか、ポスター見ましたけども左前でした。でイベントの運営会社は、着物はもっと自由でいいと思います、ポスターはイメージで深い意味はありませんと説明しているということですね。またイラストには AI が使われているのではないかとの指摘があり、出所も特定されましたということで、イベントプランナーの代表は、着物を着るきっかけとしていろんなものがあってもいいでしょうと、ポスターはイメージであって深い意味はありませんとコメントしているということなんですね。イベントは着物を広めることを目的としているというニュースなんですが、これねちょっとやっぱり疑問僕も持ちましたよね。左前ってねちょっと分かりづらいんですよ。あの左側が前じゃないんですね。こう見た時に左側が見える側に来てるんじゃなくて、見た目は着物の右側が上に来てるように見えるんですけど、これをね左前って言うんですよ。要は左側が内側に来てる、ね、要は中側にあるのが左前と、いうふうに言うんですが、これが結局死に装束やということで、まあまあ意味嫌われとった着方なわけですよ、ね。まあ、だから若い人は、ね、和服見ることもないでしょうから知らんやろうなとは思うんですけど、ただね今回のニュースをね、僕ね単純に担当の人が知らんかったんちゃうかなっていう気がしますよね。もうなんかもう印刷も終わってるし、もうそんなややこしいこと言わんとこてみたいな、もう知らんかったことにしとこみねみたいなね、まあ、今更もう印刷も終わってるややこしいこと言わんといてみたいなことが僕はあったんちゃうかと思うんですよね。でもただ AI が作ったところまでバラでもてんねやから、 AI なんか左と右逆転させばね、そんなことは簡単に治ると思うんやけど、まあただねこれこの何やろな、この自由を盾にしてるところがねどうもちょっと気に食わんちゃ気に食わんですよね。だってその自由がある、自由、着物を着る自由があるから別に左前でも何でもいいじゃないのみたいな、なんでここだけ関西弁ちゃうねちゃう話もあるとね。まあただ少なくともね、この死に装束に見えるっちゅう人がいてるし、なんかちょっと気色悪いなと思う人がいてるんやからね、僕はこれはポスターは買い張った方がええと思うんやけど、でもね表現の自由があるからいいんじゃないというのがこの主催者の方々の考えなんだそうです。ということで、ただいまバックに流れておりますのはラジオマストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でお届けをいたしております。本日も集まれ動物の森スタジオからお届けをいたしました。ぜひともですね、チャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。あと140人ぐらいで1000になります。ということで、本日もお聞きいただきまして誠にありがとうございました。 YouTube ラジオヤジマストリート、次回第92弾でお耳にかかります。それではさようなら。誰かに伝えたいんだこの気持ちを、ふと寂しく涙がこぼれた。心が今少年の夏の日を鮮やかに